しまやん愛の貧乏大脱出大作戦開始します。いや内容としましては、ほんまに困ってるオーナーさん募集しております。今回の企画はですね、なんとしまやんのプロデュース料が無料でございます。本来400万500万かかるものは無料でやらせてもらいたいなと思っております。それどういう企画なんですか？ほんまに困ってる飲食店オーナーさんのお店を僕が V 字回復させるっていう YouTube 動画を撮りたいなと思ってます。確かに日頃から島根さんよく言ってますもんね、うん、困ってるラーメン屋さんの力になりたいみたいな。そう、でも最近ねサロンメンバーの方も宣伝目的で僕の YouTube に出たいっていう人もいるので、まあそれはそれでもいいんですけど、それよりもほんまにオンラインサロンに入りたいけどオンラインサロンに払う金もない、島根に会いたい、そういった人を助けたいなと思っております。じゃあ本当に赤字で月末の支払いがやばいみたいな、そういう感じですか？そう、エアコンが潰れたら店潰れるみたいなね、修理代も払えないっていうぐらいヤバい人を今回募集したいなと思います。このチャンスをつかむのはあなた次第です。お申し込みは概要欄の公式 LINE から。仕事は今大阪の梅田にあるラーメン店で店長させていただいております。自分で考えて辛味噌ラーメンみたいなのは作って、圧力寸胴を使ってラーメンのスープも作っておりましたが、50歳になるまでなんでチャレンジしようと思う、うちの会社に貢献してもらわないとダメなんですね。何を貢献してくれますか？やりたいことあったのに何もせず死んでしまうよりかは、本当にもうトライしようっていうのは一つのきっかけでもあります。どうぞ。ありがとうございます。失礼いたします、はい、お名前と年齢と住所と今のお仕事お願いします。はい、大阪府大阪市から参りました大塚幸太郎と申します。年齢は50歳です。仕事は今大阪の梅田にあるラーメン店で店長させていただいております。今回の志願理由って何ですか？社長の YouTube の方を拝見させていただいて、こちらの方を知ることができました。50歳を機にですね、何か一つ挑戦したいチャレンジしたいというのを常に持っておりまして、独立っていうのは一つの昔からの夢であったので、もし夢が叶うのであればこちらの方で応援していただきたいなということで応募させていただきました。カナダ？はい、カナダに住んでおりまして。カナダどれぐらいやったんですか？23、4年ですね。すごい。いい。向こうで何やってたんですか？向こうではもう主に飲食、もうラーメン屋ももちろん、そこで初めてラーメン、はい、なので日本でのラーメン経験がないので。そうなんですね。はい、はい、カナダの日本のラーメン屋さんでは働いてるけど、はい、日本で日本のラーメン屋っていうのは初めて、こっち帰ってきてからが初になります。それ今梅田で働いてる？今梅田です。カナダのラーメン屋さんではどういったことしてたんですか？はい、主に調理を全般、衛生管理、品質管理、シフト、スケジュール管理ですね。人件費の管理もしてた？そうですね、はい、人件費大体どれぐらいやったんですか？何パーセントぐらいに抑えたとか、そういうのはやってないんですか？まあそこはオーナーさん、まあスタッフにはそこをオープンにしない方だったので、そういう意味ではそこはあんまり勉強にはならなかったかなと。ご自身が現場入って、はい、店長としてやってきたわけですよね。はい、その中で自分がやった施策がうまくいったことって何かありますか？一つは現地のそのお客様のそのニーズというんですかね、うん、自分で考えて辛味噌ラーメンみたいなのを作って、うん、まあ、それ当たったっていうのは自分の中では自信になってます。当たったってどれぐらい当たったんですか、売上が？あ、ごめんなさい、もうそこまで数字的には、もうでも肌感覚で言いますと1日の場半分は出たのかなっていう、まあ、それね、よくうちの店長会議でもあるんですけど、それはたまたま来たお客さんがたまたまその限定ラーメン食べただけであって、大事なのは限定ラーメンに釣られて来てもらうっていう風になるのが本来大事なこと。そうですね。って考えたら肌感はどうですか？正直まあ自分の感じでは半分も来てないっていう感じかな。中にはリピートのお客様もおられたんですけども、うん、はい、要はその辛味噌ラーメン食べたことによって、はい、また食べたい方っていうことで来てくれるっていうことですね。はい、それ以外なんか成果残したことってありますか？圧力寸胴を使ってラーメンのスープも作っておりましたが、そこで初めて圧力寸胴の扱い方も覚えたんですけども、うん、そこをアレンジして豚骨ラーメンっていう歌い方ができたのはやっぱり圧力寸胴を扱えたからっていうのは、はい、豚骨ラーメン圧力寸胴で作ったっていうのは、ね、豚骨ラーメンとあとまあ二郎系もやってました。なるほどね。はい、日本に帰ってきた理由は何ですか？母がまあ病気というか心臓の手術をして母の世話ができない、兄弟いるんですけども見るものがまあ自分しかいないとっていうのと、コロナですね、店がやっぱり軒並みに潰れて、このままカナダにいてもなっていうのが、カナダは厳しかったんですか？もう大打撃でしたね。ラーメン店も開けたらダメだったんですか？ラーメン店、その自分が一番最後にいたのは本当知り合いの手伝いで入ったところなんですけど、ラーメンはそこももう完全にもうクローズになってしまいまして。あ、そうなんですか。はい、カナダの時からもう独立したりとかチャレンジしたり？あ、もうそれはもう、はい、ずっと考えておりました。でも50歳になるまでなんでチャレンジしなかったんですか？好き勝手生きてきたのがやっぱり一番のもう失敗かなと、うん、それなりに仕事も遊びも両立してやってきたんですけども、うん、もっとしっかりやっておけばなという今は後悔しかないので、はい、もうこれからきっちりやっていかなっていうのはもう常日頃から、はい、
何か質問ありますか、ね、どうして今独立、うん、そうですね、何なんだろうっていう具体的なことを聞きたいなとか、どうしてなのという漠然と本当にもう舐めてました、自分の人生というのを。もうこうなるやろ、ああなるやろと楽観的な考えで、それはもう甘かったというのは、もう今はもう本当にもうそこは反省して。具体的にどう甘かったんですか。入ってきたお金を本当もうみんなで飲みに行こうとか、まあ、ソフトボールチームを作ってた日系人の集まりで、ソフトボール大会というのが毎年夏にあるんですけども、もうみんなのお金を出してあげて、自分で出して自分のチームやったので、飲み代とか、そうですね、はい、貯金はどうですか。ないです。ちなみに学歴は聞いていいですか。高等学校の土木科を卒業いたしました。高卒です。そこからは建設会社に入社して丸3年働いた後にワーキングホリデー制度を使ってカナダに行きました。はい、なんでカナダなんですか。その当時のワーキングホリデーっていうのがまだ3カ国しかなくて、その中でも、ビザの長さが一番長かったのがカナダということと、昔からロッキー山脈みたいなとか、あとウィスラーマウンテンっていうあの世界的なリゾート地があるんですね、スキーの、まあ、そこでちょっと滑りたいなっていうのもありまして。今の職場辞めることって問題ないんですか。前から独立したいということに関しましては伝えてはいます。今独立するためになんか努力されてることとか、実際に行動してることってあるんですか。社長の本を今読まさせていただいて、それはもうすごい自分の中には入ってきましたし、逆に反省点もいろいろ見えてきたので、もうあれも何回も読み返して、ありがたいです。あの本は。そんなありがたい本を何冊買ったんですか。今1冊です。ほんで今後若い子にもう1冊、今はもう。おー、いいですね。もちろんです。いいですね。はい。あ、でもそんなん全部あの一緒にしてください。いや、ありがとうございます。うちの兄貴とよく似てるなと思って、人におごるのが好きというか、こうワイワイするのが好きみたいな感じで。そうですね、はい、はい、だからお金の管理がすごい心配だなと思います。そうですね、もうそこはもう本当におっしゃる通りです。独立したとしても売り上げってね、キャッシュで入ってくるわけじゃないですか、ラーメン屋って。はい、大体の飲食店が作れる理由がそれなんですよ。目の前にキャッシュがあるからすぐ使ってしまう。支払いが来月あんのにそれを忘れてお姉ちゃんの店に行ってしまう。なるほど。そういう人は多かったですね。そのうちの一人が僕なんですけど。そうなんですか。まあ、勘違いしてしまうんですよね。そこを止めれる人がいたらいいんですけど、ただその止めれる環境がなかったので、今はね、オンラインサロンがあって、まあ、独立支援制度もあるんで、まあ、僕がズバッと言える立場なんで、僕が言っていかないといけない立場やから、ちなみにオンラインサロン入ってますか。自分の感覚ではお店を持ってる人が入るもんだという認識だったので、その個人で入るのはまだちょっと敷居が高いかなというので、まだごめんなさい。じゃあ入ってないんで入ってください。個人でも大丈夫ですか。大丈夫です。あ、はい、今度は大阪の方が深いあるんで、輪がね、広がると。結構いるよね、独立したい子らもね。いますね。ゆうさかなんか質問ありますか。そうですね、多分独立される際に資金って必須やと思う。もちろん。そこのどういう、いやもう本当お金が本当にないので、はいはい、もうそこは借りるという選択肢しか今のところは僕にはないので、借りて返していかなきゃいけないというのはもう一つの前提として今、はいはい、考えております。わかりました。結構融資ってなるにしても、はい、ちょっとハードル高いんですよ。やっぱり自己資金の3倍から5倍が融資可能額みたいな形なんですよ。ってなれば最低多分300万は必要なんです。結構頑張って貯金しなければならない状況なんですよ。それでも大丈夫かな、はい、っていうのは。もうそれはもう頑張るという言葉以外も本当見つからないので、もうそこしかないと思います。3年とか貯金生活みたいな形になるかもしれないですけど、それも大丈夫そうですか。それはもう覚悟の上でございます、はい、なのでもう2024年タイ、マレーシア、フィリピン、上海出店決定にあたり、海外の人材を大募集しています。タイは今年2月にオープンして、そこからフランチャイズ展開、9月にはシンガポールで開催される F1 にも出店、海外向けにカップ麺の販売も決定。海外出店は未知なことも多く、ワクワク楽しいことがいっぱいです。海外人材に関してはワンチャンストックオプションもありえます。国内で独立支援希望の方も大募集。芝園のところで1年働けば人生大逆転の可能性大。応募したいけどお金もない、コネもない、人脈もない、経験もない、しかもタトゥーも入っている、それでも OK。 覚悟さえあれば島屋が再生させ、必ず向上させます。海外志望者も独立希望者もお問い合わせは概要欄から。今回もし働くってなったら、はい、うちの会社に貢献してもらわないとダメなんですね。何を貢献してくれますか。今まで培ったその経験やその知識っていうのはもちろん共有させていただきたいと思います。逆にやっぱりもう自分がもう勉強させていただくという立場で今回お願いしたいなと思いますので、もうそこはもうギブアンドテイクでいきたいなと、はい、でも僕はあんまメリットないですよね。大塚さんを雇って僕は給料が出ていくわけですよね。で大塚さんがの経験値がどの方のって言われても別に僕はいらないしって考えたら、僕に大塚さんを雇うメリットが一切見えないんですけど、
その辺からでしょうか。いやもう本当そうですね、おっしゃる通りですね、うん、僕が求めることは何か分かりますか。社長のやっぱり儲けになるようなその働き方であったりとか、うんうん、あとまあそのスタッフ同士のそのチームワークですよね、そういったところかなと今、はい。まあ、僕が求めるのは会社なので売上利益、はい、あとは従業員満足とお客様満足、はい、売上が上がってお客さんも喜んでてスタッフも喜んでる、これが一番僕が求めることです。だからここに貢献してもらえないとダメなんですよ。ってなった時に大塚さんが何に貢献できるのかな、大塚さんがどこにどう入っていって何を貢献してくれるのかを考えてほしいなと思うんですけど、アピールしてください。すみません、ちょっと今すぐにこうパッと思いつかないので申し訳ないので、うん、でも基本的に何でもそうで働くってそういうことなんで、大塚さんが僕たちに価値を提供してくれるから僕らが雇うメリットもあるし、お客さんもそうじゃないですか、お客さんが求めているものを提供するから価値があるわけじゃないですか、はい、このペットボトルの水がコンビニに売ってたら100円じゃないですか、で砂漠で売ろうと思ったら1万円でも10万円でも100万円でも売れるわけです。そうですね、これが価値的じゃないですか、はい、だから僕らが大塚さんが雇うメリットって何かなっていうのはやっぱり自分の力で言ってほしかったなっていうのはありますよね。じゃあ大塚さん宿題与えます。はい、宿題クリアしてください。大塚さんがうちの会社でどういった価値を提供できるかを具体的に書いてきてください。正直やっぱり、まあ、うちって求人いっぱい来るんですよね、はい、その中大塚さんと若い子で比べてしまうと若い子の方が変わりやすいかなっていうのがあるんですね。僕令和の虎出させてもらってて実際思うのは本当に30超えるとみんな頭固いし変化しにくい人が多いなっていうのがあるんですね。ってなった時にやっぱりその年齢っていうのはそこが年齢よりも価値があるものを提供してくれないと僕らは雇えないかなっていうところですかね。だから宿題はどういった価値を提供できるかっていうところと、何やろな、なんか宿題ジャミーが与えたのはどういった宿題だったの。失敗談をいっぱい書いてくる。もう50とか私も40になるといろいろ忘れちゃったり隠しちゃったりすることがあるけど、うん、もう一回その自分がしっくじったことに向き合うために文字に起こす、恥ずかしいことじゃないから、うん、という感じかな。そうやね、振り返り、うん、振り返る、一日一日振り返るけど、うん、それは難しい。全部してんねん、うん、すごい難しいと思うから、こんなことしちゃったなとか、すごいなんか変なことは書かないけど、なんかね、でもなんか人を悲しませたこととかある、そういうこととか、グループのラーメン屋さんでこんなにいろいろなことしてる中でなんかあったなっていうこととかをちょっと自分で見た方がいいかもしれないと思う。なるほど。まあまあそういうものを書いていただいて、はい、それがなんか優先の宿題です。そうですね、多分独立した時に一番最初の壁にぶち当たるのが従業員さんとのコミュニケーションやと思うんですよ。大塚さんのスタンスで、まあ、弊社が今取り入れてる市議局の本を見てどう感じるのかっていうところはフィードバックというかしていただいて、社長も見ていただいてでもいいかなと思ってます。本を読んでもらう、本を読んだ上でマネジメント方法で店舗を管理していってもらえますよっていうところは把握してもらって、ちょっと真逆じゃないですか今大塚さんのスタンス、あ仲良くやっていきますっていうスタンスなのと、識学の考え方、うん、この誤差をどう感じるのかっていうところをちょっと教えていただいて、うん、でもいいかなと。どうやって教えてもらって、まあ、それは、もう文字ベースでもいいですし、うん、はい、識学って何で、識学はもう組織のマネジメント方法の一つ、らしいよ、はい、識学ってご存知ですか。ごめんなさい、ちょっとまだ見てほしいんですよ、まあ、僕ら取り入れてる言うてもコンサルを入れてるわけじゃなくて、識学の考えとかやり方を本に書いてるので、それを真似させてもらってやってるんですね。結局どういうことかというと、世の中の 99% は組織じゃないですか。お店も組織、はい、野球チームも組織、家族も組織じゃないですか、はい、結局僕ら組織に属するのに、組織の動かし方、組織でどういう振る舞いをすればその組織は強くなるのかっていうことを学ばないんじゃないですかっていうことを書いてる本です。ってなった時に、今まで大津さんがやってきた従業員と仲良くなるとかっていうのは僕らが今やってないことなんですよ。僕も昔やってたんですけど、でもうまくいかなかったんですよ、うん、従業員と飲みに行かなくなって会社は良くなってきたんですよ。だからそういう気づきを与えてもらった本を読んで、いろんな気づきがあると思うので、その気づきを文字ベースでやるというところで、はい、いきましょうか。それをいつまでに出してくれますか。自分で期限決めてください。1月3日まででお願いいたします。ほんまに言いますか、3日までに本を読まないとダメなんですよ。何が言いたいかっていうと、期限を言ってしまうとその期限を超えたら信用を失いますよ。だから、はい、自分でちゃんと守れる期限を言った方がいいですよ。変更してもよろしいですか。いいですよ。8日成人式の日、そうなんでよろしいですか。いいですよ。何時まで待ってたらいいですか。夕方
5時でお願いします。5時で、はい、17時、はい、1月8日、1月の8、8日です。8日の17時までに、17時、はい、うちの会社で働く時の価値提供、はい、自分の、はい、価値提供と、あと式学の本、あとで有責本なんかどの本を読んでお願いします、はい、その本を読んで自分が今までやってきたマネージメント、ね、はい、とどう違うことがあったかっていう気づきだったり、はい、まあ、それ以外の部分を、はい、かしこまりました。チャンミンさん の、 その失敗した経験談とかいらないですか？いや、それももちろん、はい、一つだけちょっと言い忘れたことがあったのでお伝えしたいことがあるんですけど、はい、こちらの募集で応募させていただいた理由の一つに、うん、今年の6月後半に脳梗塞にありましたよ。そうなんだ。はい、入院と手術をして、まあ自分の場合は、まあ、20% の確率で何の後遺症もなく、あの社会復帰ができたんですけども、まあ、自分はその死に直面したっていう状況もあったので、うん、やりたいことあったのに何もせず死んでしまうよりかは、うん、本当にもうトライしようっていうのは一つのチャレンジしようっていう気持ちになったきっかけでもあります。そこちょっとお伝えしたくて、うん、すみません、はい、まあ、でもそういうね、死が近いっていうことを経験したことでね、こうやってチャレンジするっていうのは素晴らしいことだと思います。ありがとうございます。と何よりこれ顔をさらすわけじゃないですか、はい、はい、それなんで晒してもらって。いや、もうそれはもう自分に対しての戒めでもありますし、やっぱりその決意っていうか、はい、この最後のチャンスだと思うんでね、はい、つかむもつかまないも大塚さん次第なんで。そうですね、僕らは環境を揃えてるんで、はい、うん、でさっきも言ったようにライバルはいっぱいいます、はい、その中で対応してもらえるようにアピールはまだまだできる時間もありますので、はい、しっかりやってきてもらえたらいいかなと思います。かしこまりました。じゃあ期限通りお待ちしておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。社長、はい、これは面接企画で、うん、50代の男性ですごいピッチリした感じの方、大塚さん。大塚さん、あの方どうなったんですか？結論、なくなりました。大塚さん、なくなったっていうのは辞退されたとこですか？そう、辞退。あの時に宿題を与えたんですよね。その宿題が返ってきて、まず、まあ、レポートは出してくれました。で、1個が僕が会社に対してどんな価値提供できますかっていう僕の質問に対して、それを答え書いてきました、はい、それが1ページ目ね。2ページ目は読んだ本に対しての感想文を書いてくれてます、はい、で、なんと3つ目に今までの失敗事を振り返ってというチャーミーの質問に対しても答えてくれた、はい、で最後のまとめ、今日の面接にて貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。過去の実績や経験、知識については自信がありましたが、自分の甘さを痛感したと同時に自分自身の気づきを得ることができたのは島屋社長はじめスタッフの皆様のおかげだと感じております。ただ気になっている点もございます。それは私個人的な部分で、面接開始早々に年齢と見た目を口に出されました。確かに私は若く見られますが、それを発言されたことに疑問を感じました。それに50歳で独身だと知り、一度も罰がないのかという質問を皮切りに、それに付随した形でいろいろと質問を受けたことを記憶しております。私はカナダで長年過ごしておりましたが、私と同じ境遇の方もたくさんおられましたし、それについて意見させることはありませんでした。それが普通だったからです。しかし日本では私は奇妙に映るのでしょうか、文化の違いなのでしょうか、分かりませんが、とても違和感を感じております。もし私が女性だったら同じ質問をされたのでしょうか、とても疑問です。私が独立した時に独身よりも結婚していた方が有利だとお考えがあっての発言かもしれませんが、それは私の自由ですし、気分を害したのも事実です。私のこのような気持ちのまま、もしお世話になっても無理が生じていくと思い、今回の面接での採用不採用につきましてはこちらから辞退させていただきたいのですが、よろしいでしょうか、ご検討のほどよろしくお願いします。なるほど。ということで柴山振られましたその質問、柴山さんがした質問でしたっけ？チャーミーが何歳みたいな感じで言って、で50歳若いみたいな、僕が聞いたんかな、罰はないんかみたいな。その質問に関しては本来はダメです。パワハラとかなんかセクハラとかなっちゃうからダメって言われてるけど、今回はね普通に聞いただけやったんですけど、まあ気分害されたなら申し訳ないなとは思いますね。でもさ、人生大逆転のチャンス、死ぬ気でやりますって言っててさ、その質問されたから気分害するようじゃ無理よ。はっきり言って独立なんか、人から何言われようが何を思われようが、自分がどうなりたいかの方が強い人しか無理。周りからどう思われるかとか考えてる人は無理よ。だから俺もこれで辞退されたのは正解かなと思う。ただ50歳で見た目もピシッとされてたんで、すげえもったいないなっていうのは思ってますっていう感想かな。河原さんはどう思う、今の聞いて。すごいチャンスじゃないですか、うん、これで YouTube 出て今後追ってもらうっていう、まあまあいいチャンス。9万人のチャンネルで、うん、無料で動画追ってもらうっていう、うん、自分のファンもつくしね、活かしてほしかったっすね、うん、文章とか拝見してもすごい真面目ですし、うん、普通にやってたらみんなから応援されて面白くできる可能性もある。あったのにね、ちょっともったいないな。まあでもね、独立支援で来る8割は飛びます
まあ、独立支援で今何人も採用してるけど、まあ根性ないよ、もうすぐ辞めよる。でもよかったかなって思うけどね。うちで一回試して、うちだって独立支援やのにホワイトやねんね。それでも辞めんねんね。ほとんど辞めてる理由が、結局私お金借りれないことに気づきましたみたいな感じで。いや、そんな借りれるか借りられへんかやってもないのに何言ってんのっていうこともあるし、本気で死ぬ気でやりたいんやったらもう知り合いから何から頭下げて借りたらええやんっていうって思うんだけどな。資金調達今いろんな手段ありますもんね。あるよね。銀行だけじゃなくて、そう、まあ、令和の虎もそうですし、そう、まあ、個人のいろんな投資家とか、特に令和の虎出たらみんな出すよ。自分を売っていくためにはね、俺のお店で働いて俺にその背景を追ってもらえればファンもすごいつくと思うんやけどな。なんかもったいないかなと思います。かといって独立支援やめるかってやめないです。やっぱり自分も当時お金なかった時にいろんな人からご支援いただいてお店オープンできて、オープンしたけど1店舗目の売り上げは1日1万2万でも、そこから努力して頑張って、それでも売り上げ上がらない、努力の仕方が間違ってたから、でも改善して改善し続けて、今ね直営で言うと年商は7億、グループで言うと15億から20億ぐらいの会社に育ちました。だから僕は誰にでもチャンスがあると思ってるんで、学歴なかろうがお金がなかろうが、そういったチャンスをつかめるのが飲食店だと僕は思っているので、もちろん厳しいよ、飲食の業界は厳しいけど、正しい努力をすればちゃんと売れます。なので人生大逆転したい、でもタトゥーも入っている、学歴もないお金もないっていうね、でも何者かになりたいっていう人らはまだまだ募集してますのでね、ぜひお待ちします。そして僕の YouTube で面接から取り上げるとファンが増えます。でさっき河原さん言うとにね、他の人がワンチャンお金貸してくれる、出してくれるっていう可能性もあるんでね。出演料も取ってないもんね、うち。もちろんです。引き続き募集ということで。そうやね、募集してますんで。ブレイキングダウンみたいにまず相撲から刺す。相撲なんすか相撲。相撲、腕相撲、じゃんけん、やっぱ運って必要やん、そんなもん。でも運必要やからね、マジで。じゃあ皆さんもぜひご応募ください。ありがとうございます。お待ちしてます。しまやんオンラインサロンメンバーまだまだ募集中です。YouTube ではアップできない約50本の動画が見放題、そして楽しいオフ会、サロンメンバーはラーメン屋さん以外の方も多いです。例えば IT 事業の方だったり、不動産の方、海外でお店をやられている方や、超有名なラーメン店主の方もサロンメンバーになってくれています。そしてオフ会に参加するとたくさんの仲間ができます。オフ会で仲良くなって、そのまま後日ね一緒に飲みに行ったり、そこでお肉屋さんの紹介をし合って、お肉の仕入れが安くなった方もいらっしゃいます。あとサロンメンバーになると島屋の YouTube 撮影に同行することもできます。島屋に直接質問し放題、島屋特別価格での仕入れが可能になったり、島屋の会社で使っている業者さんも使える可能性があります。そんなめちゃくちゃ楽しい島屋オンラインサロンの入会は概要欄からよろしくお願いします。